天中県は中華人民共和国旗州省県東南、苗族と族自治州に位置する県。県人民政府は大鳥城街道に置かれている。重症石が豊富に産出する。新大は、県中、管大には、軍の管轄区域とされ、随大以降は、誠州の管轄とされた。現代になると、古工業省竹岡路水名県及び、安市州路街道編地とされた。 県域に初めて行政区画が設置されたのは1392年、明朝による先古書設置である。はじめは大鳥城、後に天中と称された。1597年に天中県が設置される。1637年、県地が龍津津に移転したことにより、龍津津県と解消されたが、間もなく県地は天中に戻され、県名も天中県に戻されている。 中華民国が成立すると1913年、当初は、県安ずまみの管轄とされたが1923年には、紀州省直轄、1935年には、行政ただしさつく制度の施行に伴い、第10区の所管とされた。中華人民共和国が成立すると1950年には、陳炎選区の管轄となり、1956年以降は、 県東南ミ青族トン族自治州に移管された。1958年に近平県に統合されたが、1961年に再び天中県が分割されている。ありがとうございます。